はい、どうも、トシボーイズ、岸本です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうも、トシボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。はい、トシミナティです。はい、23年です。あの、だから、いや、あれですよ。23年です。知ってますモーニング娘。もう、別に、180,19みたいなのつけてるじゃないあの、ま、あ年によって違うっていう。だから、モーニング娘。23、今は、23って言ってるのかわからないけども。え、んあれわかんない。もうやってないでしょ。それと一緒ですよ。うん。 ね、トシボーイズです。トシボーイズです。23ですよね。うん、23年ですという。いまあ、もう、はい。明けましたから。そうですね。何やってました正月開けて。<laughs> 正月はね、うん、結構あの、あれができなかったんですよ。<れ>大掃除が。あ、はい、はい。だから、まあ結構掃除をやってたのと。あとね、友達がね、うん そう、だいぶ会ってなかったんだけど、ちょっとなんか、久しぶりに会いたいって言うから、あっちからそうそう。しいな。で、そう、会いに行って。怪しいな。そうそう。で、別に、あの、あれだったけど、普通に、あの、何なんかね、ご飯食べようか居酒屋みたいなあで、チョってみたいな話だったんだけど、生まれて初めてやったことがあって、俺が。あのね、お年玉あげた。 同級生に同級生のガキに。あ、あー、そういうビッグ、同級生にあげたらそれよくないと思ったけど、<laughs> 子供にね。子供に。うん、いいじゃないですか。高校生のことを、うん。えっと、あと、あ、何人かいるんだ。そう、3人だ、ね、よ。ええー、いいじゃないですか。まあまあ出費したわ。何部入れたんですか 高校生から殴れたいや、僕も、ちょっと入れなきゃいけない時があるかもしれないから、殴れるから。三人いて、で、三人、その、な、何ちょっとずつ離れてるから。で、一番上が高校生ぐらい。高校だから、あの、一万円。うわ、結れたよ。で、その次に五千円。五千円。で、その次に千円みたいな。なんか、あの、段階つけた。あ、でも、そう、いいかもしれない。それが一番、なんか、いいかな。でもさ、僕が、えっと、 だから、なんだ、高校生の時とかって、うん、お年玉で1万くれる人なんて、すごいじゃん。<laughs> いや、多分そういないじゃん。思ったよ。あの、渡してから、あれあげすぎたかなって思ってうん。だって。そんなに合ってる子でもないからね。1> 計1、2万のイメージなのよ。まあまあ、うん。あの、全部合わせてね、僕の家は。うん、親戚もそんな多くもないし、うん、すごいね。 しま,しね、まあまあでもあの、あれもあげてないしね。出産祝いとかさ、なんかいろいろ、まあそういうのもあったから、でも全然あげてないし。あ、悪いなぁ。<魔>たまにはまだ会ってないんで誰とも。うん。あげてます、ね。正月あげてそう,そうそうそう。俺、俺会ってるから、くれよ。お年玉。あげてんじゃんいつも。会うたらあげてんじゃん。タクシー代だよって言って。あ <laughs> げてんじゃんタクシー代だよってあげてんじゃんタクシー代だよってえ、でもお前年、うん、お年玉あげたことないの だ兄弟がまずいるしゃん。で、メイコとかいるわけだろ。いるいるいる。だから、普通あげるだろ。あの、会えないんだよね。おじさんだから。岡山で。別に送り合いじゃん。いや、やだよ、そんな。顔しゃれだ。なんでね。なんでやるだろいや、顔覚えてないんだもんだって。顔も覚えてないしさ、はっきり言うけど、これ2、3回しか会うてないから。いや、関係ないし、そんな。おじさんはあげるもんだろ、大体。ほんまに。 情がないんかって言われても、まあ、しょうがないと思うんだけど、その、名前も覚えてない。めいっ子。そ、うよ。俺一人も言えないかも。え、何人いんの知らない。二人か三人じゃないでも。二人かえ、なんだ、もう、え、じ、次男じゃなくて。次男は結婚してるけどいないんですよ三男は二人いる。二人いんのかうん。あ、えあ、うん。えっと、一人は言える。うん。一人は、 長女みたいな名前つけるな、次女にって言ったの覚えてるで、一人は知ってる一人は覚えてる。顔もわかるわけいや、わかんない。わかんない。だって会ってるでしょ一回。一回会ってても、でもだいぶ、それから2、3年会ってないからね。もう変わってますよ。いやいやいや、小学校行くって言ってるもん。もう。いやいや、そうよそんなもんや。前会った時は、うちの奥さんのことが一番嫌いって言ってた。人間の中で。あんたが一番嫌い。子供がそう。 へ3歳の女の子が、すごいなそれ。あなたが一番嫌い。あなた、あなたが一番嫌い言われて。なんでなんで嫌われるのなんか、やっぱり、えと、みんなに注目されたいから、別に何でもないところで転ぶふりをして、痛いって言うんですよ。それなら大丈夫って言って、大丈夫、大丈夫って言うんですけど、それを真似したんですよね。あいつが、歩いてて、家の中を、また転んで、痛いって言ったら、俺が大丈夫大丈夫って言ったら、 まーってってきて、顔くッと見て、ちゃんと目見てうん、うん、あんたが一番嫌い。<laughs> あんたが一番嫌いって言われて、私の手法を取りやがったらって。そ,うそ,うそう私の術、うん、技を取ってと愛されるという。ませてんなそう、やっぱ女の子同士だから、なんう。んでね、もうそのね、注目を浴びたいっていう気持ちがあるんだってね。で、変わってんすけど、その子が。うん、例えばだけれどもなんかの曲が流れたら踊り出すってあるじゃん。 あアンパンマンマン、ね、なり、うん、えっと、何ですか、今でいうと、なんか、ワンピースの曲とかさ、あるじゃん,、うん。まあ、なんかあるんだろうね、プリキュアとかそうそう。ああ、そう、プリキュアもあるでしょうね。うん、その女の子、変わってて、うんあの、ハンター×ハンターの戦闘シーンに流れる曲で踊り出すっていう。いや、うん、<laughs> 別にいいね。人が人を殴った,ったり蹴ったりするシーンを見ながら踊るんですよ。動揺 <laughs> する曲なんだろう多分それだけで踊るんですよ。うん センスあると思うんだよ。なんだから。いや、あげろじゃあ、落としたの <laughs> いやいや、あげないよ。知らないんだもんだ。どこにいるかも。うん、家もわかんないし。いや、でもなんか、すごい、思ったわ。その、<laughs> うん、用意してるときに、うん、うわー、歳いったんだなーって。いやいや。だって、ね、人に施しをするほどになったんだなと思って、うんうん。いや、なるでしょう。だって、38でしょ。<laughs> 他人の子供に何かを与えるっていうことをするって、信じられないもんね。 それでも僕だって20代の時からやってましたよ。数年前からするともう信じられる。まあまあね。去年もかだって後輩っていう後輩もいないじゃん。まあいなくはないけど。あ、その。お年玉あげる関係にはならないね。別に。多分さ、後輩って言っても、同じ業種の後輩とかになると思うのよ。うんまあげるってなるとか。かあれね、キャリアが。そうそう。とか。まあ事務所が一緒とか、ね。そうそう。うん、で事務所も入ってないし、うん その同じ業界の年下とかキャリア会社の人と会わないじゃんまあフリーはもうみんな一律一緒だから横並びだからねだからお年玉なんてもうあげないよね基本うんいやだからなんか貴重な経験だって、ねうん、それいいと思いますよ、うん、どういう気持ちでしたあげるときやっぱ嬉しいもんなのいや気持ちいいあのまあまあ難しい,難しいないね無え まあ、どうぞっていう。<laughs> 別に。特に何にも思わなかったな。それさ、嬉しいとかも。ステージダンサーの胸の谷目にシュッとお金入れると一緒じゃないよそれ。チップうん。い<や>そっちの方がいいか今聞かれて思ったわ。<だ>うん、俺何も思ってなかったな、多分。これさ、うん、驚くことにさ、うん、あっちも思ってないよ。<laughs> いや、そうなんお金もらったっていうだけ。か、俺も、覚えてないと思う。俺も子供の頃そうだったよ。そうね。その、なんか、おっさんとかにさ、知らねえおっさん、親戚のとかも来てさ、なんか、お金くれてたんだマジで何も思わなかったもんね。でさ、いくら入ってるかしか興味なかったもんその値段で顔覚えるよね。 てかまあ、このおっさんはハブリーンだなぐらいのはわかる。だからその高校生からしたら、貴島さんのことは1万円おじさんって呼んでますよ、多分ね。頭の中で出てくるなかなかいないからね。下の子は万円くれる人。千円おじさん、下の子は1千円おじさんって多分思ってると思うよ。まあ、だから、ちょっと、次会うとき、覚えてなかったら、げんこつしてやろうかなぐらいは思ってる。なんでやね。いいでしょ、別に。それぐらい。いくつまで持ってました今年はもう。 いや、もう、いてないけど、結構早く終わったと思うよな、そのシステム。僕、あ、でも、俺出てきたからが18だ。ぐらいじゃない僕18ですね。出るまでだから。あ、出るまでもらってたうん、出るまでくれてた。18歳うん。へえ。ー。まで持てた。本当？でも、いつからなくなったんだろう、あれ。いつから渡さなくなるの結婚した、したタイミング、結婚してから、結婚してからでも付き合ってからですけど、義理のお父さんに戻ってたわ、そういや。うーん。 おいお年玉ーって酔っ払って。あ、んだ、親戚付き合いでもらう、うん、毎年もらってるかも。え、お前まだもらってるのじゃん。今年はもらってないですけど。<laughs> まだもらってけど。去年か今年もらったかも。<laughs> ああ<ー>、うん。おいお年玉ーって言わて。お父さんがすごい。うん、まあなんか渡したい人もいるだろうし、その、ある種ちょっとあれにもなるから、うん、あの、渡、ま、しといて、うん、あの マウンティングにらから。いや、そんなことはないでしょ。義理の父さんですよ。<laughs> なんで義理の父さんが俺に対してマウント取るんですかもうもらう側と与える側だからあ、でも当たりの人とかにもらったのは取ってる。ああ<ー>。うん。小遣いみたいな小遣いもそうだし、お年玉もそうだし、ご祝儀も取ってる。あの、結婚した時とかに。<ー>うん。それも使わず取ってますね。まあ、じゃあ、<laughs> そこそこもらったりしてるってことだね。 そうっす。すぐ、島田修平さんとか、山口先生とか、タレントさんとかのやつは取ってますね。あ、うん。一遍<あ>、うん、使うてもうて、うん、再度もらい直したわ。あなたにもらったお金使っちゃったんでまたくださいって言ってお小遣い、うん、もらったのはあるけど。え島田さんとかくれてもいいのにね。ほんまやわ。この間会おうたなんか、めっちゃ儲かってるし。<laughs> いや、それは別に、申し訳ないけどさ、 下が言うのおかしいけどさ、結構してやってるよな。いや。くれてもいいのに。ってるよな。ん。なんか、でも、あげると運気上がるとかないのかね。あ、でもあると思いますよ。ね。なんか。いや、額とかじゃないですけど、やっぱ気持ちよくはなるわけじゃん。人に使うとね。ね。でもなんかあれ、問題になってたね。何あの、どっかの、とある事務所が、お年玉を経費にしてどうかみたいな。ありましたね。 当たり前じゃん。<laughs> どっかの事務所っていうか、もう、クソーってじゃないか、それ。<laughs> ああダメです,そす、それが通るかって思ってたら、すごいと思って。驚きだよね。すげえな、っていう。うんうん、でも、多分、とんでもない額だよ。とんでもない。だって。あれなんかさ、もう、先輩が後輩にすげえ額あげるのって、なんかもう決まりみたいな、ねうん、うん、なってるね。吉本も、なあるもんね、そんなんある。あと、落語家さんもって言ってたね。あ、そうだね、うん。すっごい額ってやっぱり、うん、意地を張るような商売だからさ。見栄張ってなか、ねうん、そうそう、そう、だから、 すっごい額って聞くよね、なんかラジオとか聞くと、1人1万円でも何,何百とかっているっつうからね、ああ、そっか、ばかばかしいよな、牛人さんもね、この時期になると、毎年ラジオで話すのが伊集院光さん、伊集院光さんもやっぱり後輩さんがたくさんいるから、お声さ,、うん、さんに、あと下もやっぱ渡すみたいで、うん、結構な額って言ってましたよ、ねうん、それもさ、差をあんまりつけ、次のも変だしさ、まあね、難しいよな、うん、いくら渡すとか。なかなかですよ、本当に。 そうだから結構正月らしいことそれぐらいあれも今年あれも食ってないしねあのぽいものあおせちみたいなやつとかおせちやらんやらはうんお雑煮とかお雑煮お寿司とかうんそうですね年越しそばも食えてないしねあっほにだから何もやってないわ年越しそば一応食べてで年始になってイベント終わってその次の日はゆっくりしてで あの、奥さん家族と会うて、で、お寿司とか食べましたよ。うん。なんか寿司食うよね、結構。食べる。正月って。うん。寿司やってるからね。うん、あれさ、稼ぎ時なんだ。だし、なんかあの、あれ、たいのそう、めでたいらしいっすよ。うん。なんかね、寿司食べるのがいいみたいな。なんかその、ネタによってなんとかがあるみたいなとこもあるし、うん。うん。あれみたいね、そういうのも。あれ、なんか見てたテレビとかは。えっとね、 年末。え年末はダメか。あれ、したうん。あれ、俺何見たかなな、何すんのだって、家で。俺何も見て、それにさ、よく行くじゃん親戚んちとか。うん。何するのあれ。何もしない。みんなだか喋ってんの何もしない。その一年どうやったって話をるのどうやったみたいなこと。うん。まあ、うん。そうですね。全然ないからな、親戚付き合いで。 何もないよ。十、十、二十年ぐらいやってないんやろな、その。なんか、行くと今、あるあるというか、なってんのは、何々見たよとかって言われて、ああ、そっかそっか、出てるから、だから、何々見たよとかって、ありがとうございますっていうのを、数分したら黙ってる。ずっと俺は。まあまあ、じゃあ、別に、人とはてでいそう、喋るのは得意じゃない。 いや刺激なんか別に求めることはないからね <laughs> 毎年やってるわけだからもう十何年だから付き合って奥さんともねう,うんうんあれは行ったの初詣は明日行くあ行くんだ結局うん明日行く明日行く明日行って、うん、毎年行ってるんで浜屋変えたりだとか色々変えに行きますね明日ねなんか意外とね毎年行ってるよねあそうそうきちっとしてるうん、うん、それはね そうだねそれぐらいからでもやることなんてそんなもんっすよね。うん。正月の俺、あんま好きじゃないから、その、年末年始とかのあの、なんつうか、番組何にも始まってねえじゃん。ああ。店も、街もね。街もそうだし、街もも、あの、イレギュラーになるし。あそうですね。なんか、面倒くさいんだよね、もうこの、切り替えなきゃいけないのがいちいち。僕も何もやってない、あの、毎年見てんのは、 吹っ飛んだ見てたんですよ。うん。年始の。始まってすぐのやつ。あったね、なんか。見てたんですけど、今年はイベントがあったから、やってるかどうかも分からんと、あと年末で言うと、あの、クイズ1年後。ああ。あれ僕、毎年やっぱ好きやから。うんそう、見る。で、今年はちょっと見られなかった年始に見ましたね。うん。なんか、TVer とかそういうのあ、そうそうそう、そういうので、見ました、見ました。それぐらいでも、あの、ちゃんときちっと見てんのって。 ま通あれじゃないの毎年大体お笑い番組がずっと朝からね三 <laughs>、うん、3日ぐらいまで続いてる東西のやつは見てるわいつもやってんのお笑い番組僕すごく好きなんで私もうんやってるやってる見てる<ー>うんそんぐらいでも染之助師匠ではまだいるんだっけ染之助染之助染太郎ああ<ー>おめでたいみたいなでも あれもか片方なくなっちゃって。そう。片方でやってんのかな年始始まって1、2時間しか時間ないでしょだってもう、仕事。いや <laughs> いやいや、わかんないけど。や、やってんのかなだって。半日ぐらいでしょ <laughs> あれ、命。やってはいないかやだって1月の2日に見るもんじゃないし、うん、1>, 1日だけでしょ。それ以外に見たことないわ。<laughs> わかんないけど。やってんのかな普段もね。見てない見てない。ない <laughs> 全く見てないからな、今年。知らないわ。なんかコロナ禍なって少し変わったしね。<laughs> 番組も変わったしあれ行ってないんじゃないのハワイ旅行とかさああみんなそうかそうか行ってんのかな確かにねハワイ旅行とか行ってないかもねうんまあ取り立てて何もないって感じやね何もない本当にいやてかいつもよりも何もない時間を過ごしてるみんなそうだからねゆっくりする日でしょ言ったらそうゆっくりする日ですよでもなんかいつもさ 今、ほら、動画が、あの、編集しなくって、今、総集編をまた明日から、この収録日のですけど、次の日から、3日から上げていこうって話をしてて、その打ち合わせ先までしてて、だから、その、いつもやったら暇な時間がなくて、ずっと編集してるとか、アップしてるとか、なんかいろいろやってるんですけど、この2日ぐらい何もしてないから、イベント終わってから、記憶あんもないもんね。<laughs> あと、どう生きていったらいいか分かんなくって。うん。うん。体を酷使しないと。そう。生きてる感覚がやらない。ない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 。戦ってないとよけい。リストカットのリストカットの女と一緒に。女と一緒に。女と一緒に。と一緒に。女生きてる気が分かんない。やっぱ血見ないとさ、生きてるって思わないよね。ダクダク血流れて痛いっていうの感じやっと生きてるって思うから。目しばしばして体熱くなって、いつ寝られんねんこれって思ってやっぱ生きてるって思うから。 今それがないから分かんないのよね、もう。何していいか。う別にだから面白くていいん <laughs> あと別に体調も治ってねえし。うん、そうですね。<ー>席もしてるし、引き続き。ずっと、座ってソファーに、ボぼーっとしたり、ほのんだりしてる、今。うん,うん。まあでも、あれよね。あの、みんなやってんので聞くと、うん、あれよ、連ドラとかさ。ああ<ー>。その連続もの。 見そういうのとか見た今、ネットフリックスとかだとね、池袋ウエストゲートパークとかが、あ、そうっすか。あるから、なんかそういうの時間ある人は、がーっと見ちゃうんじゃない一気見。サイレントとか、今で言うと、人気で言うとね。その辺はちょっと、の一気見できるのか知らないとか、まあそうそう、そういうのをやったりしてるなんかずっと相棒やってるイメージあるわ、今。あ、相棒な。うん、ずっと、相棒もう、あれじゃないの。何そろそろワンじゃないの。 あ、そうなんだ。あいつゲテきとのこと言っちゃったもしなんかあの、トンネルズさんの、スポーツ王のやつで出てましたよ。でも。え、右京さんが水谷豊。へぇあのキャラで出てた。スポーツのあれでスポーツ王に。あらあら、やってしまいました。みたいな。出てましたよ。それ面白いな。ちょっと見たい。それぐらい、かな、見たのって。うん。俺、相棒一番見たことないんすよ。うん。それこそ、その人が物まねしてるやつとか、うん。 なんか、こんなんやろっていうのぐらいは知ってるんですけど、なんか、高いところから降事注ぐみたいな、うん、あれぐらいで知ってるのって。だいぶ面白い。ほんとっすかあの、タンで見ても。うん。<laughs> ま、全く見たことない。ドラマは。そんな好きとかじゃないけど、見、見たら面白いって。うん。のおばあちゃんが好きやったかないぼ、ね、うでまあだですよ、でも、ちょっと、ゆ、ゆっくり、じゃあ、今年は始まってるから。<laughs> そうっすね。どっかで、ちょっと切り替えなきゃいけねえなとは思うけど。 ちょっと読み切れなかったやつ読んでいっていいですかお便りあのなんか、そう。あの、なんか無事来てたよ。あれは。あの、賞を取って人た。ああ、じゃあ。だかまあ,まあ、ね、遅れるわ。ちゃんと。はいはい。なんかいくつか読んでいこうかなと思ってるんですけれども。うん。えー、何にしよっかなこれは違うのか。これはお便りじゃないわ。え、まあ。 ある方が、仕事辞めるっていう連絡来てた、ね。<laughs> あったわ。あ, <laughs> ありましたよね。お世話になってる人が。僕らが。ああ。ちょっと。うん、こっからの仕事はもう、ないのか。うん、っていうね、おっきいやつ、一個なくなっちゃって。うん、っていうね。まあまあ、しょうがない。<coughs> うん、ぐらい。あと、え、なんかあ、あこれ、えー、っと、ちょっと読んでいきます。はい。感謝のお便り来てますよ。なんの 林さん、岸本さん、奥様、幼いさん、いつも楽しく拝見、拝聴をさせていただいております。うん、お便りワン、滑り込めるかギリギリのところですが、お便り失礼いたします。滑り込めませんでした。<laughs> はい。<laughs> この滑り込みのやつたくさん来てますよね。まあでも、別に今年エントリーでいいそうそうですけど、内容がね、はい、あるものなら。 で言うと2023には滑り込めてます。うん、いつもはイベントの感想をお便りしておりますが、今回お二人に感謝を伝えるべくお便りしますと。うん、感謝のお便りですね。うん、初はじめにトシボイズを知ったのは今年の4月だから22年の4月。うん、お母さんが YouTube で謎の動画を見てることを知り、見始めるきっかけとなりました。うん、なんだこのチャンネル。怪しすぎる。うん、陰謀論の申し子がいるし。ははは <laughs> 言ってねえけどな、別に。俺。<laughs> 自分で言ってないもんね。人に言われてるだけでね。うん、奥様をストーカーしてゲット、呪いのアイテムを収集している、うん、怪しい、壺を売ってくるタイプの人たちだ、うん、と思っておりましたが、いつの間にか私の生活に溶け込んでいました。うん、でもそういう感じでこういう人たちって溶け込んでいくよね。<laughs> まあまあ。やばい人たちもね。<laughs> まあまあ、うん、その、大体偶然であったみたいな話が多いよね。仕事に行く前の都市ボーイズ。うん。 通勤中の都市ミナティ。帰宅してからの都市ボーイズ。うん、気づけば私の頭の中はお二人のことしか考えていませんでした。うん、さらに画面の中の存在と思っていましたが、イベントも頻繁にあるじゃないか。うん、呪物展、うん、魔界都市新宿、うんえー、早さの主催、島でのオールナイト、様々なイベントに参加させていただきました。うん、社会人3年目の私は、今までコロナ禍により楽しみがなく、うんあ 働いても、ただお金が溜まっていく日々でした。うん。コロナ禍に社会人なってんのかああ、そういう人もいるだろうああ、ね、ねそうじゃでもない。な一個もそうかそうか。じゃあ、働き方が全く違うの、俺らが思ってるものとね。面接とかもね、<coughs> 下手したらリモートとかかもしれない、ね。確かにね。うん、ですが、今年はたくさんのイベントに参加し、様々なお話が聞いてとても有意義な2022年となりました。本当にありがとうございます。うん。某 SNS のストーリーに、 呪物の写真を載せ、うん、友達に心配される年にもなりましたが、23年も変わらずに載せますし、年ボーイズをさらに押していきます。今年一年ありがとうございました。また一年もよろしくお願いいたします。年末にイさんの大腸が欲しい桜より。うわーえっと、15枚持ってきて、うん、大腸速乾 <laughs> 15枚。<laughs> すぐなくなりましたね。わかりそうだろうもう大腸ありませんかって言われて、大腸もうないんですって初めて言ったと思うわ、<laughs> 会話で。うん。うん。うん、<coughs> っていうのが来ておりました。ありがとうございます。え、社会人歴3年っていうことは、うん、うん。20前半。いやいや、まあまあ、若い子もいるからねちあ、ちょっ。ちょいるいる。うん、と驚きですよね、なんかね。うん、ああいうのね。お、これ、岸本さん好きそうなやつ、来てますよ。はい、なんですか。 岸本様、早瀬様、以前に、運も政治についてお便りした、こう、博士です。よろしくお願いいたします。はいうん、岸本さんは競馬されますか実は競馬に関係した予知能力があります。うん。馬の名前を見ただけで、どういう展開が得意かがわかります。名前でわかる うん。だから、追い越すのか、先に行っちゃうのかここういうのって分からないんだけど、展開っていうのが。そういう展開になった以降、勝ってゴールするまでの様子がイメージできます。うんだから、名前で、どういう展開になるかが分かって、ゴールまで。え、これって結果が分かるってことね。これ、億万長者になれない。うん。困れそうやんね。うん。ただ、馬券を買って儲けることはできません。うん。 スタートからしばらくしないと勝つかどうかわからないのですから。あじゃあレース展開を見てわかるってこと後出しそれは別にだからまあでも、でもわかるんだ。あれって何分くらいで終わんの走るのまあまあ距離によって全然違うけど。じゃまあ。でも1分とか。そうか。だから、本当に1分、2分先の未来がわかるんだけれども、 買う時からすると5分、10分先とかじゃない早く買っても。だから、読めないんだ。一番意味ね、能力の空きーするけど、その。ま、まあまあ、そうっすね。だって、それ、あることによって、楽しむこともできないじゃん。そうか。どこが勝つかっていうのも分かっちゃうし、でも、それをどうもできないし。そう。一番、そう。もったいない。でも、本人も言ってます。全然役に立たないなんだろうね。 普通は1秒でも先が予知できれば役に立ちますよね。うん、例えば、ボールが飛んできたとかなら避けられます。確かに。うん、まあ、大きな火球の落下が予測できてもどうしてもないので同じことですが。これさ、うん、火球って隕石みたいなことね、うん。あの、スポーツだったらでもすごいよね。そなんでスポーツだったら、例えばだけれども、うん、あの野球とかってどこに球投げてくるかわかるんですよ。 ああ、やる側なら。やる側なら。でもさ。これすごくないいや、分かったとでさ、160キロ投げられたらもう。それは鍛えてさ、鍛えてさ、それさ、サッカーとかやってもさ、シュート相手がポーンってやっけ、それがどこかに行ったらそこの位置に行けるわけでしょ ?1 分前に分かるってことは。まあまあ、そうね。うんこれすごくないスーパーとかなら有利だろうね。これすごくないとか、あれでもいいじゃん、ルーレット。うん。いや、でもその、うん。競馬にしか反応しない可能性あるよね。え 馬しか。馬の名前だけ、うん、今年の有馬記念、岸本さんの成績はどうでしたか岸本さんが馬券を買われる際に、もし名前を見ただけでこの馬はこういう展開になれば勝つと詳しく解説できたとしても、うん、その時点ではまだ展開がわからないのでどういう馬券を買えばいいのか決められません。うん、というわけで、余地能力があるのに何の役にも立たないというお話でした。またお便りさせていただきます。という方でした。<ー> 惜しい。あれですよね。えっ、ー、と、前にも、えっ、ー、と、馬の名前が光って見えるみたいな女性がね、いてて。馬の、うん、<laughs> で、なんかその、ね、ギャンブル狂いの彼に言うても、そ、うん、んなわけねえだろうって信じてもらえなくて、一回当たらなかったみたいな。変、うん、えなかったけど当たったっ、ね、当たった。当たってっていう話ありましたよね。うん、それに近いような。なんだろうね、それ。だから、競馬以外に確かに流用できるんだったら、うん。なんか なんかいいと思うんだけど、そ、本当にいらないもんな。なんか、一番、ギャンブルとして楽しめない能力だもん。うん。いや、ね、確かにね、先が少し。いや、だから、それ。ネタバレしちゃうそうそう、ネタバレしちゃうってこと。映画とかも最悪。俺、俺はだから一番嫌だわ。いや、俺むちゃくちゃいいけどな。わかりたくないから。ネタバレしたいし、わかりたいから。そのドラマを見たいから。あ、いや、もう全然ない。そういうの。 告白するときに結果分かってたよ。うわーつまんねえいやいや、なことないでしょ。<laughs> 一回振られてるから俺。<laughs> なんでドキドキし,しないしたくない,のいいのしたくないのよ。いやいや、ドキドキしたくて見てんじゃないのいや違う違う違う。例え,ば例えば何 例えば。あ、告白とかも告白えいや。え、そうでしょう。マジで言うと、俺、告白とか、例えば、ラブストーリー系のやつって、うん、ライバルおらんと、一、うん、人と、一人の男性と一人の女性が普通に付き合って、普通に結婚するのかみたいなそれ、そ面白くねえよ、それ。それが俺、<laughs> いい。何にも起きねえじゃん。だから、ライバル現れるとイライラするもん。んなんでこんなやつ現れんねんって。で、どっち取るか。 ギリギリまで分かんないがいいじゃん。そんな中ラらンな男、途中までね、どっちがええかって考えようと、そんなやつ、ダメですよ。だいたいどっち取るかわかるけどね。わかるけど、わかるんだけれども、心変わりするとか、ちょっと思わせぶりに対しるとか、どっちにも。クソっすわ、そんなやつ。そもそもくでもないわ。だからラブストーリー、ムカつくんですよ、見てて、男。あ、そう。最初から好きな女性に対して、好きってずっと言い続けりゃいいんですよ。その横からなんか来たからってどうかこうだみたいな。 好き見せて抱き合ってるようなところを見られるみたいな好き合いすぎやわそんな好き見せるやつそもそもダメですよそんなやつは男として見てんじゃん太くない細いわみんなそのイライラがもう嫌なんですよ僕いやいや見てんじゃんだからだから僕の中で一番いいのは君に届けあああれも最初から最後でずっと同じなんでまああんまりライバルないしライバルそんなにそう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 ギャルの子が一人いたぐらいで 別に何もな,くなんか心がどっちもがなんかその何かを隠していてなんでそんなこと隠すのっていうので揺れ動いたりは別にあると思うんですよ喧嘩としてね、うん、だけどもそんなぐらいしか描いてないからあれはいいですよねまあまあ手つないだりキスしたりするまでに20巻かかるんだから、うん、あれはだから <laughs> そういう、今までのがあったから、新鮮に多分、うん、ね。なったんだろうね、その、方法。そうかもしんない。ちょっと珍しいってなったのか面白い。そう,そ,うそ,うそう、それがいいっすよね。僕、ママレードボーイとか見てても、マジでムカつくもん。好きじゃん、お前。好きだよ。何 <laughs> て言ってん,ねん,ん好きなんですけど、マジでムカつくもん、やっぱり。<laughs> な、なんだろう、その、好きなのに、イラつくみたいな、<coughs> よくわかんない。女の子も、みきちゃんもみきちゃんで、<laughs> あの、地の、なんかバーで、ピアノ弾きやる、あの、白い髪の男に恋したりとか、むか <laughs>、うん、つくも,もそんなもんでしょ、でも。で、クリスマス誘われて、ごめん、私、会いたい人がいるから、じゃねえわ、だったら最初からおまつぶりに取んなよって思うんですよね。<laughs> 見てんだろアイスクリーム屋、う見てる。面白い、つ見てる、見てる。なんだろ、お前。どうしたいだから、ほんまに歌詞と一緒。だけど気になる、こんな気持ちはなぜと一緒ですよ。僕も同じ気持ちで見てる。気持ちが。今一番あいつの笑顔に会いたいですよね。ゆうくんの笑顔に会いたい、僕はね。ゆうくんも思わぶりですけどね。ね。緑髪の女がいたかいや、もうそんなことはいいよ、どうでし結構撮ってるわ。もうね。はい。ちょっと最後熱くなっちゃいましたけれども。まあ、こんな、 二つをね、はい、ちょっと読ませていただきました。まだまだなんか来てるんで、うん、うん。まあね、下3回に読んだりとかね。あと、えっ、ー、と、年末の大晦日の、えっ、ー、と、感想とかも来てるんですかまあ、そうじゃない <laughs> いや、わかんない。そんなに来てなかったけど、うん、ああですか、まだ。まあ、そんな感じなんでね。はい、まあ、年始もこうやって始めて行かせていただきます。はい、以上です。しでした。でした。